なじみの皆さんがお揃いで。バカな真似をすれば僕が黙ってないからな。分かっていますよ、ビルス様。天使の輪が随分似合ってるじゃないか、フリーザ。あなたの方が似合いそうですよ。私がプレゼントして差し上げましょうか。おお、たきつけるな、ベジータ。行ったそばからこいつらは。フリーザー、おとなしくしてろよな。あなたの命令は聞かないと言いましたよ。僕本当にこいつをメンバーに入れるのか。大丈夫、オラが止めっさ。ブーの代わりになるやつ他にいねえだろ。ヤムチャ様、10人の中に選ばれなくて残念でしたね。え、あ、そうだな、俺も出てみたかったな。まあまあまあ、さあ揃ったところで勝つための作戦を説明しますよ。そんなものは必要ない。強そうな奴はさっさと倒す、それで十分だ。ベジータさん。さすがはベジータさんですね。私も同じ意見です。ベジータ、分かっているのか。この宇宙が消滅してしまえばトランクスもブラも消えてしまうんだぞ。以前はいろいろあったかもしれませんけど、勝つためにはチームワークが必要ですよ。ご飯の言う通りだ。どんな強いやつが相手かわかんねえしな。まあ聞くだけは聞いてやる。力の大会は8つの宇宙、すなわち8チームによるバトルロイヤルです。序盤はチームで固まり体力を温存してください。敵が来た場合は協力して戦う。1対1にこだわらず、敵が1人で来たなら2人、2人で来たなら3人で当たるようにしましょう。ん？そりゃちょっと卑怯なんじゃねえか。俺たちサイヤ人は誇り高き戦闘民族だ。数に頼った戦いなどしない。卑怯でも何でも勝ち残ることが全てだ。悟空もベジータもやはりサイヤ人。この戦いを楽しみにしているようだ。分かってます。